今回の動画は宮迫さんが YouTube で配信したことについてなんですけど、話したいと思いますが、僕は配信すべきじゃなかったかなと思います。ちょっとね、まあ、じっくり見たわけじゃないんですけど、ちょっと流し見みたいな感じでちょっとうとうとしながら見てたりしてたんですけど、ちょっとなんとなく僕が見てたわけじゃないんですけど、横で僕は見てたんですけど、なんかあんま良くなかったなって、ちょっとなんつうんだろう、そもそも YouTube で配信しちゃうと、多分その宮迫さんを復帰させようとして水面下ですごく努力して頑張って動いてる人たちがいると思うんですよ。アメトークとかね、カジさんとか、わかんないですけど、ちょっと業界っぽく言っちゃいましたけど、あのその水面下でね、宮迫さんを復帰させようとね、いろいろね、こうね、働きかけてる人がいると思うんですけど、そこに水差すことだと思うんですよね。なんかテレビで復帰した方がいいんじゃないのとか、 YouTube で復帰するんだったら別にこんな待つ必要なかったわけですから、もう勝手に YouTube でイエーイとか YouTuber やっちゃえばよかったわけじゃないですか。別に YouTuber として YouTube やるのは自由なわけですから、誰もが自由なわけです。誰もが YouTuber になれるわけですから、自由なわけですよ。でもやらなかったのは、ちゃんとテレビっていう舞台があって、そこが宮迫さんの舞台だろう、宮迫さんが復帰するのはここだろうっていうので皆さん動いてたと思うんですよね。もちろんね、テレビだけじゃなくて舞台とかいろいろあると思うんですけど、いわゆるザ芸能界っていう舞台を、用意するためにみんなお膳立てしようとしてたと思うんですよね。だからなんかそこに YouTube で、ね、配信したと水を差すことになるんじゃ ならないのかなって僕は思っちゃうんですよね。でそれ見たんですけど、結局なんか、なんだろうって思っちゃいましたね。だからなんかとにかくテレビに戻りたいです、芸能界復帰したいです、皆さん、よろしくお願いします、何でもしますんでよろしくお願いしますみたいな感じなんですけど、まあ、全然あれなんて言うんだろう、別にそれに対して、どうこうっていうわけじゃないですけど、ちょっとなんかだから芸人としてなんかこう笑えなくなっちゃうのかな。逆に、なんつうんだろう、そこまでして出た場合、もう みんないじらなきゃもうしょうがないわけじゃないですか。宮迫さんがね、そういうなんか YouTube でそういうこと出て、こうだ、もう闇営業だ、もういじり倒してあげるのが優しさじゃないですか。芸人として復帰してね、みそぎというか、でそれはかなりのボリュームになると思うんですよ。でも宮迫さんってそのオフホワイトの時にもうやめてくれみたいな感じだったと思うんですよ。で宮迫さんっていじられるの嫌いな人だと思うから、見ててなんとなく、知らんけど、そんな知らないけど宮迫さんのことで、いじられるの嫌いな人だから、それに耐えられるのかなって俺は思っちゃうわけですよ。もういじり倒して宮迫さんみたいな、その闇営業とかオフホワイトとか、もういろんなものがもう復帰した時に、いや、いじられる側、今までいじってた側じゃないですか。司会としてね、MC として。なんか、で、いじってきたらやめろ、みたいな。その話、みたいな感じで切っちゃう人じゃないですか。それを、もう、あらゆるところからいじられる。かなり、えぐいのでいじられて、さらに、長期間にわたって結構いじられると思うんですよ。だって、陣内さんって未だに、なんかね、離婚ネタみたいなのぶっ込まれるんですよ。何年前の話ってことじゃんか。それよりも、すごいことなわけじゃない、すごいあれだと思うので、宮迫さんが復帰したらもう相当いじられなきゃいけないわけですよ。で、そこに耐えられるのかな宮迫さんはってまず思っちゃうんですね。あれをやっちゃうと、そのね、 YouTube の配信をやっちゃうと、なぜかというと YouTube の配信とかもそうだし、前のね、りょうさんとの記者会見もそうだけど、ちょっとやっぱ面白い部分もあるわけじゃないですか。ちょっとネタとして、だからみんながパロディやるみたいな、パロディもできちゃうぐらいな、ちょっとで、宮迫さんがこうな、宮迫さんやっぱ役者なんで、役者やってるんで、やっぱ演技なのかなみたいなのも思っちゃうわけですよ。まだ会見の時はね、会見の時も演技っぽいなのか、演技じゃなくてマジなのかみたいな、ギリギリのところで、あ、でもマジなんだろうな、でもなんかちょっと臭いなみたいなのもありつつも、で、そういう中で見てて、で、また、今回の YouTube の配信もなんか、ちょっと、なんかまた泣きそうになるみたいな、さすがに、
会見で、まあ、あのね、あそこで泣くのは、あ、まあ、いろんなものがあって、初めて公に出て、もう本当に、ね、もう、ね、怖いというか、ビクビクする中、本当に勇気出し出る。で、まあ、そこは泣いちゃうのは仕方ないかもしれないけど、今回の YouTube で、なんかもう泣きそうになるみたいな、思い余ってみたいな、それはちょっと、それはちょっと、見せない、見せちゃいけなかったのかな、見せるのは、良くないというか、しかも芸人としてプラスにならない、もしかして、もし、芸人としてプラスになるとしたら、かなりいじり倒される。またその、パロディにされるような感じの、だからなんか、何か演じてなんかこう、すいませんでしたみたいな、どうしても復帰したいです、よろしくお願いしますみたいな、なんか強すぎて、ちょっとなんか、入ってこなかったですよね、なんか。まあだから、皆さんがね、裏方の人たちが、宮迫さんを支えてる仲間の人たちが、お膳立てしてるのをひっくり返すようなことをして、さらになんか、なんか嘘っぽい、嘘っぽいって言ったら失礼ですけど、なんか、とにかく、なんか、こういう感じにしとけば、なんか復帰できるんじゃないかな、みたいな、感じの YouTube の配信の仕方かなと思います。だって、ちょっと前科があるわけじゃないですか、宮迫さんは。前科が何パンかあるわけですよ。前科っていう言い方してるかもしれないですけど、だから前もね、だからなんかこう、ちょっと取り繕って、実は嘘でしたみたいな。だから役者なわけですよ。だから平気で嘘をつけれるわけじゃないですか、意図的にね。その、役者って、ね、嘘をつく仕事じゃないですか。いい意味でですよ。だからいや、名役者さんなわけですよ、宮迫さんは。なので、そのくらいできちゃうんちゃうかなって思うし、あれを表現できるなら、我慢するって嘘ついた方が良かったと思うんですよね。我慢して、そのなんか、すごく反省して、もうちょっと思い余って泣きそうですみたいなのを見せない方がいいのかなとか思っちゃうし、でそもそも配信する必要性がないって僕は感じましたね、ちょっとあれを見て。配信するメリットを感じられなかったですね。あれ見て、あ、宮迫さん応援しますとか、まあ、そんな、思えないというか、別に反対もしないですけど、なんか、なんでやっちゃったのかなみたいなしか思えないですね。別に宮迫さんが好きとか嫌いとかそういう感じじゃなくて、ニュートラルで見て。で、やっぱ、あれ見て、やっぱ、スポンサーさんとか芸能界と、スポンサーさんとか世間様が決めるわけでしょ。で、あれ見て、宮迫さん復帰させてください、署名活動みたいなのあって、で、宮迫さん復帰しましたってなって、笑えますそれで。笑えます宮迫さんがね、涙で流して、感動で復帰しましたで、復帰して、アメトークとか出て、メムシで回して、引っかかっちゃいますよね。あ、宮迫だって、引っかかっちゃいますよね。ってなると、宮迫さんをいじり倒さなきゃいけないじゃないですか、そこで、まず。みそぎとして、ある程度。で、だから、そこで、どうなんかなってちょっと思っちゃいましたよね。それだったら、なんかもうちょっと、ちょっと早いね、早いかなと思っちゃいましたね。なんか早いかなっていうか、もうちょっと、なんか、静かにしてた方がいいのかなと思いましたね。別に復帰しちゃダメとかは思ってないですけれども、頑張ってほしいなと思いますけど、多分皆さんが、宮迫さんが復帰できるよう、本当に努力されてると思うんで、そこを信じて、待っててもよかったのかって、別にまだ、別になんか、そんなまだ長くない感じがしますし、だって、矢口真理さんとかも結構長かったし、ベッキーさんとも結構長かったじゃないですか。宮迫さんちょっと早すぎねえって思っちゃいますよね。で、ちょっと出たいです。よろしくお願いしますっていうの、ちょっと、なんか、欲が強すぎる。エゴが強すぎるかなと思って、なんか、応援するみたいな感じに持ってくるの難しいんじゃないかなって。だからそこの世間とのギャップの差が何だろうかなって思っちゃいますよね、ちょっと。だからもうちょっとなんか、だって人生って長いわけじゃないですか。80年とか100年とか今、人生100年とか今言われてるわけで。で、そこで1年、2年とか、まあ、何年か、1年とか2年とか分かんないですよ。分かんないですけど、もう少しなんか、その時になんか自分の体休めるとか、ちょっとこう、
別にずっと反省しなくていいし、いいと思いますし、なんかこう島田紳助さんじゃないですけども、ゆったりした人生でね、あのこういった休息できるってチャンスじゃないですか。芸能界の人ってもう一旦仕事始まったら休めないじゃないですか、そんな長く、そういう謹慎中じゃないとか限り。だからこれをね、なんか木にね、あの家族サービスしたりとか、新たなね、なんか一面を見つけたりとか、なんか正直 YouTube に出て世間に訴えて早く復帰させてくださいっていう、もうただそれだけしか見えないような感じで、ちょっとだからなんかマイナスしか見えなかったですよね、うん、もう少しなんか、うん、やっぱ自分を見つめて休息する期間っていうのは、そのなんかこうスピリチュアル的な話になっちゃいますけど、こう天から与えられたチャンスプラスにとってほしかったかなと思いますね。なんか早く復帰したいですみたいな、何でもしますんでみたいなよりも、うん、もう少しなんで、こういった機会チャンス、を与えられたかっていうのを考えて、うん、今できることっていうのを、あの芸能界に復帰するっていうよりも、今できること、今じゃなきゃできないことっていうのを考えて、じゃあもし復帰したらこういうふうにしてこうっていう感じで、みんなとこうスタンバイしてでね、みんなの後押しでっていうので良かったのかなと思うんで、ちょっとマイナスじゃないかなと思いますね。だからこういうことを止め、ちょっともうちょっと早い、まだ待ってないんじゃないですかみたいな言う人がいても良かったのかなと思いますね。うん、だりょうさんがね、あつしさんとそういうので順調に行きそうだったから、ちょっともしかしたら焦りとかあったのかもしれないですし、うん、だからでも、YouTuber としてね、もう芸能界とか関係ないんだ、もう YouTuber として、もう宮迫チャンネルで行くんだっていう気持ちなら、それ、もうガンガンやっていいと思うんですよ。別にもうお膳立てとかいらんと、別にテレビなんて復帰しなくてもいいと、アメトークでもう出られなくていい、とりあえず YouTube でやっていくんだ、ガンガン行くぜ、みたいな感じだったら、俺はそれでいいと思うんですよ。でも、そうじゃなくて、芸能界でまた活躍するんだと、元に戻るんだっていう、気持ちなら、もうちょっと待った方が良かったですね。自分でね、あの、単独でね、なんか動くんじゃなくて、例えばさんまさんとか、まあ松本さんもそうですけど、宮迫さんのためにみんな動いてるわけですよ。で、宮迫さんは今、自分で、ね、自己中でなんか、早くお願いします、出させてくださいとか言ってるけど、それはちょっとみんなに泥を塗ってる行為かなって僕は思っちゃいました、正直。YouTube で勝手にやる、でもこれからもう宮迫チャンネルでやっていくんで、もうテレビはいい、もうこんなテレビ業界いいわって言ってんのは男らしいと思います、逆に。もうテレビなんてもう未練ないわ、もう新しい道切り開くんだみたいな。YouTuber として頑張るんだって言うんだったら、逆に男らしいかもしれないですけど、そうじゃなくて、未練がましくテレビ戻りたいですって、早く戻らせてくださいっていう意味で YouTube 使うのは、ちょっと格好悪いなと思いましたね。で、泥を塗るし。っていうのが僕の感想です。はい、以上です。ちょっとね、愛を込めて、ちょっと感想を言わせてみました。僕は別に批判をしてるとか、そういうことじゃなくて、僕なりのね、感想っていうのを述べさせていただきました。何かのね、参考になれば幸いです。応援してます。愛してるぜ。